そう、なので、でですよ。で、まあ、僕らの話にちょっと巻き戻して考えると、その IoT のレベルで、そのテンプレートっていうのは使い物になるかみたいな話なんだけども、で、僕は十分使い物になると思っていて、その、まあ、理由付けは今言った通り、別に最適化機能をオンにすれば、そうすればそのコードが膨れ上がることについては、まあ、問題ないよっていう言い方をしたけど、別の見方もあって、なんか、それも問題だ、問題だっていう人たちいるけど、でもあなたたち、なんか IoT でそんなでかいプログラム書くの本当にみたいなのはあって C++ でね、IoT 向けに。で、書かないでしょみたいな。で、じゃあなんか自分が作ったある、その、何、例えば、アルディーナはちょっと現実的に考えられないから、まあ、ラズパイだとしても、ラズパイの上で動く C++ のプログラムで実際に作ろうとしているそのコードは一体クラス何個あるんですかみたいな話で、まあ、その程度のプログラムで、まあ、ちょっとぐらいな、まあ、仮に、その、コードが共有されなかったとして、その重複の多いコードが出たとしても知れてるでしょみたいな話になるわけです。で、しかも自分で書いてるじゃないですか。なんか、そのスタンダードベクターイントって書いたし、スタンダードベクター、まあ、スタンダードストリングみたいな感じで書くと、それは多分コードは一緒にならないから、なんか別々のコードとして配置されるからでかくなりそうだなみたいなのは容易に想像つくので、で、それが想像つかないほども、なんかクラスの数が、なんか2000個とか3000個とかあって、人一人がどのぐらいになるのか想像することは難しいみたいな状況なら、まあわからんでもないけど、でもまあわかるよねって、なんか10個ぐらいしかないんでしょ、クラスはみたいな。だったらまあ想像すればどのぐらいになるそうかわかるじゃないのみたいなのはあって、だからまあそういうことを考えていくと、その小規模だから余計に、テンプレートだったら人間が想像できる範囲で十分なんか最適化の恩恵を受けられるんじゃないかなと思ったんですよ。それがその今言った。で、しかもマクロじゃなくて、プリプロセッサーのマクロみたいなちょっと危険な機能ではなくって、そのコンパイラがその型のチェックも、まあ完全ではないけどやってくれる機能でビルドするから、なんか危険なコードも生まれにくい。そして、なんか、いつも問題視される、その V テーブルと V ポインターも全く生成されないんだったら、もういいんじゃないの？みたいな話になるわけです。それで、ついなそるほどの、な。言葉になったんちなみに、今のは、あれですよね、その継承とかインターフェースとか、テンプレート、まあ、設計も含めて、自己自分をイメージして、テンプレートを優先、いいよ、理解できました。で、ここからがちょっと 若干、もう僕が本当に知りたかったこと なるんですけど、踏まえて。具体的に、松井さんがこの組み込みでテンプレートで作るべきだみたいなとこってどのあたりかお聞きまあ、できやっますぱりライブラリですよね。か？僕自身ね、正直ちょっとうまくいってないのが、先ほどまあ例にあったようなその ISCSI であるとか、まあ、UART のこれも典型的なインターフェースじゃないですか。その典型的なインターフェースでさえ、まだ誰もスタンダードなものが確立できてない。そうこれですね。も完全に設計の話なんですけど、と思っています。そこが問題点大きいな、問題視しているんですね。で、松さんがこう多分今までやっぱ組み込みってこう良くないよね、テンプレートにした方がいいよねって多分思われてて、こういうのがパッと出るんだと思ってるんですけど、なんかどのあたりをこうまずは作ると良いというか、なんかそのあたりってなんかありますか？これはね、まあ、なんか僕はなんか早速手を動かすみたいにかな方なんだけど、でもまあやっぱりまあ一歩引いて一回その講義で言うところのインターフェースは何なのかみたいなものを一つ定義してみるっていうのはあるかな。例えばですよ。例えば一例を挙げるなら、まあ、I2C をターゲットにするとすると、その I2C って、まあ、結局はなんかバイト列の入出力じゃないですか。送信して受信するみたいな。で、なので、例えばそのインターフェースとして定義されるものは何かって言ったら、その入力と出力だけかなとは思うんですよ。まあ、もうちょっと言うなら、例えば分かりやすく言うなら、センドとレシーブみたいな関数があってみたいな話だと思うので、なんかその、例えば、
まあ、一番最初、もしあんまり分かんないっていう話だったら、そのセンドとレシーブを純粋仮想関数として定義して、まずはなんかそれを実装したクラスを書いてみるってことですね。2つ以上のプラットフォームで。で、まあ、2つあるいは3つ、さっき言ったようになんか似たようなものと1つ全然毛色の違うものみたいなものを、なんかその単一の、その、純粋仮想関数のクラスを継承して、実装してみて、で、成り立つのかどうかっていうのを考えてみるっていうのは一つあるかな。でもその、アイスキャッシーを例に挙げたアイスキャッシーが、うん、を気にしてるのか、うん、いやちょっと僕がたまたまアイスキャッシーって言っちゃったんで、そこに切れないとか、はい、どっちですか。はい、いや、まあアイスキャッシーの話が出たから、まあ、それで、まあ、言っただけのこと。じゃあまあ例えばだよ、もうちょっとじゃあ引いて考えると、じゃあなんかアイスクラシーってそのデータを送受信するんだけど、データを送受信するもの全体に広げたらどうなんだみたいな考え方もまあなくはないじゃないですか。例えば UART とアイスクラシーと SPI が共通で扱える、もうちょっとかなり無理がありそうな気がしてるけど、なんかそういうものを考える場合でも、じゃあまずそれらの本当に共通でってざっくりで言うと、送受信ができることっていうのはまあ最低条件として存在すると思うので、まあやっぱりそれで今言ったなんかそのメソッド、関数の実装で実装が成り立つかどうかみたいなのを、まあ、仮に試しに実装してみるんですよ。でそうすると実装してる途中で今パッと思いつくものだけでも、例えば UART はなんか非同期でなんか相手先から勝手にデータが降ってくる場合があるじゃないですか。SPI も I2C も僕の解釈が間違ってなければ、こうきっかけは自分の方にあるはずで、だ自分がなんか、マスターの場合はですね。ああ、そういうのがある。だから今、最初に定義したバージョン1のセンドとレシーブのインターフェースにはそれが足りないって話になるじゃないですか。具体的には、相手からデータがやってきた場合に、反応できる何かイメージできるよ。その実装していく過程はイメージできるんですよ。今僕がちょっと聞きたかったのは、その松井さんがその IoT でテンプレートでって見たときに、やるならまずどの辺からやるかなっていうところ。でも今言ったような話でやると思いますよ。やっぱその 低レベルの通信のインターフェースをまず作る。そう。まあそこが一番気になるなっていうか。そう。で、今ごめんなさい。ちょっとなんていうの、純粋仮想関数での実装をイメージしてたんだけど、テンプレートでやる場合って、なんかそういう、なんというか、要するにインターフェース型みたいなものは定義しないので、なので、まあでも、あるという前提で、その頭の中には、まあこういうメソッドを要求する前提だっていうのを、なんかイメージしながら、なんかそういう実装を書いていくって感じかな。だから、なんか、テンプレートクラス、そういうユーティリティ、あ、じゃない、通信のためのそのクラスを実装していくんだけど、テンプレートクラスで実装していくんだけども、そこに、テンプレート引数 t が渡るはずで、その t が、なんか具象のデータ、じゃあ具象の実装を要求するのかな、なんかそういう t を受け取るはずなんだけど、そいつはきっと send っていうメソッドと、send って関数と receive って関数を、関数を持ってるはずだみたいな感じでイメージしながら実装していく。まあテストしようと思って。今の、UART の例で言うと、その具象の、クラスのインターフェースがセンドとレシーブイメージしていて、今言っていたテンプレートの部分はどちらかというとそのインターフェースではなくデバイス、デバイスごとの相手のデバイスごと、まあ、例えばセンサーごととかっていうのをイメージしている。でそれだと組み合わせてなんかもうちょっとなんか上位のそのなんというかミドルウェアというとちょっと大げさすぎるけど、何かあったりするじゃないですか。例えばなんか I2C と SPI でなんか共通のファミリーで出てるデバイスとかあるじゃないですか。まあ、例えばなんだろう、メモリとか、フラッシュメモリみたいなものとか、なんかそういうのはなんか I2C 同じ、まあ、極端なことは全く同じデバイスでもインターフェース2つ持ってるとか、ね、そうそういうのがあるとかね。で、はい、そうするとなんかこう仮にだけど、現実的にはないかもしれないけど、まあ、仮にその与えるコマンドバイトとそのレシーブするそのデータが、まあ、同じだったとすると、
あの極論するとそのセンドするものはまあこれで同じでレシーブするものもまあこういうフォーマットで来るから同じように解釈すればいいって成り立つと仮定するとなんかそのデバイス向けのそのミドルウェア的なその要するに今言ったあの汎用の I2C とか SPI とかの通信をする下のレベルの実装あるんだけどもそこの上に乗っかる何かが汎用のコードが実装できそうだっていうイメージになるじゃないですか。でそれをテンプレートのその T として渡せるようにするとか、まあ、あるいは逆かもしれないけど、なんかそういうふうにやっていくと、そうすると、その、まあ、C シャープのインターフェースとか、その C プラプラの純正仮想関数みたいに、その、なんというか、ソースコード上で具体的に書かれたもので縛りはできないけど、でも実際ビルド、コンパイルしようとすると、コンパイラーがそれ、ちゃんとメソッドが、センドというメソッドと、レシーブというメソッドがあるかどうか検証してくれるので、うんうん、なので、結果的にビルドは成り立つし、そこに V テーブルも V ポイントも全く生成されず、うん、で、単なるその、そう、スタティックな、関数の呼び出しに帰着するじゃないですか。でそいつは最適化にかかるとひょっとするとインライン展開されてもっと短くなるかもしれないみたいな話になるわけですね。いやなのでその繰り返しになっちゃうんですけど、うん、テンプレートがいいよねっていうのは理解したんです、うんはい、でその上で具体的にそのどのあたりを作るのがいいかどうかが聞きたかった。どうまあやっぱりだからそれが今の話でやっぱ愛してやすいとか言い合ったら、うん、そのあたりそうそうそうとそのかかるポイントその上に乗るその今言ったミドルウェア的な何かそのデバイス向けのなんか実装なのか何か分からないけどまあそういったものをあの実装するのにテンプレートライブラリにするのがいいんじゃないかなと思っている。ちなみにどうしようかな、もう1時間ぐらいなのであるんですけど、まあ、実際そのグローブドライバーパッケージをパックを作っていて、はいはい、その2つ引っかかっているというか大きく言ってたんですけど、1つはその今のアイスキャッシーが分かりやすいんですが、うん、アイスキャッシーってこう1個の通信路に複数デバイスがぶら下がるんですね、アドレス指定して、うんうん、でその通信する相手によってそのさっきのセンドレシーブとともにあのセンドとレシーブを同時に行うあのコンディションのリスタートっていう、こう、機能を要求されるようなデバイスがあったりとか、はいはい、あとスピードですね、クロックのスピードが100キロと400キロ。ああ、なんかありましたね、はいはいはい。そうですね、それデバイスごとなんです。うん、で、はいはい、それだと、まあ、当然デバイスごとにインスタンスを持って、そのインターフェースじゃなくて、うんうんうん、そのデバイスに対して、その400キロなのか100キロなのかとか、うんうんうん、あのかなと思ったんですけど、はい、その、はい100キロがぶら下がってるとこに400キロで通信するのはやっぱりちょっとまずい、うん、ああまあそうまあそうなるね、うん、はいはいはいそういうことも加味すると意外とこれって難しい問題だなと思って。ああそれはあれだね、テンプレート運転と別に使う側の問題なので、うん、使う側の問題なのでね、うん、そのビチッと設計するであれば、まあ、当然デバイスに対してスピード設定かけて、うん、で毎回スピード切り替えて通信すればいいじゃんと思うんだけれども、うん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 、一方でそのインターフェースに速度指定して、うん、デバイスはそのインターフェースに指定されたものが並ぶんですというと、うん、使い側としては非常に分かりやすい、うん、トラブルも見にくいと思ってですね、結構迷うなというところの一つですか。例えばなんかその I2C のためのそのライブラリがあったとして、まあ、クラスというかそれはまあ、例えば方法の一つとしてはこう毎回その関数の引数にそのスピードは指定するとするじゃないですか。例えば1キロとか4キロみたいな感じで指定する、うん、でさっき言ったそのミドルウェア的なその上位 そのアクセスすべきさまざまなそのターゲットデバイス向けの実装の方ではそのセンドとか呼び出すときにあのスピードはそいつらがそれぞれなんか指定させるようにするっていうふうにしつつ、そのデバイスごとにそれぞれのそのインスタンスは存在する。そのミドルウェアのためのインスタンスは存在するとすれば、例えば同じ I2C のバスの上に、同じデバイスなんだけど、なんか片方はなんか1キロでアクセスしなきゃいけない、片方は4キロでアクセスしなきゃいけないっていう場合でも、それぞれに対応するそのインスタンスは、そのインスタンスのフィールドになんか1キロとか4キロとかいう値を保持していて、具体的にその I2C のメソッドを呼び出す、あの関数を呼び出すときに引数でその1か4かみたいな感じで渡される。そしてアクセスされる。それはあれですね、分かりやすさよりも、その機能としてできるものを
低レベルで実装しておくって考えるんですね。あ、まあ、そうじゃなそいと、まあ、当然できないことが発生しちゃうそうので。そうそう。で、多分分かりやすさっていう話で言うと、そのミドルウェアのその対外的なインターフェースは、果たしてどの程度分かりやすいものなのかっていうことかなとは思うんですよ。なので、それが非常に単純とか、あるいはテンプレートライブラリなんで、基本的にはヘッダーに書くと思うんで、まあ、そんなヘッダー見りゃいいでしょって、今だったら VS コードだから、なんか見れば参照すればわかるんじゃないのみたいな話、いや、仮だよ、仮にそういう話が成り立つんなら、これなんでそんなこと言ってるかというと、ATL がそうだったんですよ。アクティブテンプレートライブラリーで、このコードを書いてた時も、なんか、いや、別に VS のその参照、メニューのその参照で、なんかどこから参照されてるのか見れば、そのテンプレートの中だろうが何だろうが、まあ、すぐ見れるから別になんかリファレンスも必要ないんじゃないのみたいな話だった経験で言ってるんだけど、だからまあそのぐらい簡単であれば、そのソースコードの中を見るのが苦痛なぐらい複雑だっていうなら、まあちょっとそれはまた別の話なんだけど、そうじゃないんだったら、まあそれ参照できるんだったら、それを前提に、なんかそのコードをいいと見なすというのも、まあ一つの方法ではある。で、一方で、例えば、じゃあ、そのミドルウェアの実装が、やっぱりなんか、素人が見るには複雑すぎて、そんなちょっと見ればわかるっていう話じゃないっていうんだったら、もうちょっと何か考えた方がいいかもしれないっていうのはあるかなと思う。でもね、いつもね、悩みのポイントは、まあ、グローブドライバーパックであれば、まあ、体験の場合は Arduino IDE なので、で、Arduino IDE ってRID というか、まあ、Arduino の、まあ、考え方として、そのポインターはなるべくやらないでねとか、そのライブラリ作る側に対してね、そこにどこまで乗っかるかみたいなところが、まあ、C プ悩ラプましい。ラでテンプレートで書くんだったら、対外的にはポインター見せずに作ることは十分できるとは思ってるよ。まあ、ただね、そうだな。まあ、難しいことも確かにあるので、いや、あれじゃないですか。なんだかんだ言っても、究極的には、なんか内部では、アセンブリーレベルではポインターとして扱われるので、なので、ポインターで書いた方が、それはもちろん、コード量としては一番小さくなることは分かりきっているので、そのコンパイラーの最適化機能がひょっとしたら同じコードにしてくれるかもしれないけど、してくれないかもしれないみたいなのはあるから、そこまでシビアなことを言い始めたら、もちろんポインターで書くとか、あるいはポインターを要求するインターフェースにせざるを得ないっていうのはあるかもしれないけど、まあ、そうじゃないインターフェースもまあ成り立たないかと言われるとそうでもないかなと思う。まあ、作り方次第かなとは思うけどね。まあ結局、どうなんだろうね。なんかインターフェースだけ、その実装全部切り離して、対外的に見えるインターフェースと、それから内部実装の複雑まあ、さ先とほどがどのぐらいバランミスドルウェが、アと言ってるように、多分レイヤー分けないと、多分きれいにはいかないんだろうね。そう。レイヤー分け攻撃も上自由度の高いものと、ね、一方、その使う、対象、対象ユーザーに合わせたインターフェースとが、ちょっと噛み合いにくいのかなっていう。まあそうね。あと、まあさっきのなんだっけ、その I2C のその速度の話の例で言うなら、じゃあ速度みたいな、その対象デバイスへアクセスするときに必要なパラメーターみたいなものを、何か小さい構造体でも何でもいいけど、何かにカプセル化するか、あるいは C プラプラにはトレイトっていう考え方があって、テンプレートで型の代わりに値を与えれるので、なんかそれでもって、なんかこうパラメータ化したものを、その型 T として与えるみたいな感じのやり方もあるので、まあ、そういうものでパラメータ化して、なんか実あの何ミドルウェアの方にはそのパラアクセスパラメータは渡さずに、ミドルウェアプラスなんかその型パラメータとして、そのアクセスするための条件みたいなものを同時に渡してやるみたいな方法もまあなくはない。そういうふうに分けまあ、る実装の方法もある。話ですよね、そこはね。そうそうそう実装そのう。話ですよね。そうそう。ちょっと僕の悩みは、なんかどう できる話なので、いや、でもどうバなランのかなス、みたいな感じです結けど。局、なんかそういう、なんか生々しいその実装の話と、それからすごい高度なその抽象設計の話とのバランスかなとは思ってるんですよ。その、こう、
すごい簡単ななんか考え方があるとそれは僕も嬉しいんだけど、でも多分なんかそこはうまく着地させるにはなんか要求されてるそのシチュエーションとか、あるいはなんかあの絶対にこう守らなきゃいけないあの最低条件とか、あるいはなんかまあもっともっと上の方で言うと市場の価値的にどうなのか、そのさっき言ったあの何じゃあ例えばアルディーノでプログラムを取り組むっていう子は小学生をターゲットにするのかみたいなところから始まってそうなのか否か、プロフェッショナルでいいのかどうかみたいな、怖い人でいいのかどうかみたいなのでも違うし、それから、まあ、その規模で言うとね、うん、ちょっとまあ、まあ、確かその通りですよ、うん、どこにそうあのお金くれればやるっていう話そうそう、まあそういう軸もあるじゃないですかなんかそれはなんかあのホビーとしてやるのか、オープンソースのプロジェクトでやるのか、それにそのなんかお金が絡むのか、あるいは完全にプロフェッショナルでそのプロプライエタリーな何かのお金によっても違うし、それからその開発のプラットフォームで何を使うのかって想定するのでも違うし、その ID の ID だけで全てが完結しなきゃいけないのか、それとも VS コードみたいなものを想定してもいいのか、僕らみたいに Visual Studio で何とかするみたいなものをカバーしたいのか否かみたいな、まあね、今やっているものの多数は、うん、やっぱり ID の ID は無視できないですね、うん、まあそれはそうだよね、まあ、RD ので迷いどころとしては、うん、先ほどその ID の ID の既存ユーザー、うんに対して、うん、そのライブラリーでこう歩み寄るのか、うん、そうではなくこうスキルを上げてもらってね、うん、歩み寄ってもらうのか、はいはい、その辺のこう境界のそれねバランスだと思いますね。それ今の文脈でちょっと思い出したけど、感覚を思い出したけど、テンプレートで実装しといて、あのあくまでもコアはテンプレートで実装しておいて、で普通のクラスを顔したラッパーを用意するっていうのも一つの方法それレイヤー分けるっていう考え方、ね、うん、まあまあそうだよね、うん、でなんか例えばあの一般的なユーザーにはまあアルディーノで慣れ親しんでるから、極論をすればスタティックで用意されたインスタンスが一つあるのでそれを使ってアクセスできますみたいな文脈でも語れるし、でも内部実装どうしてもいろいろいじりたいっていう人は、実はこれテンプレートで用意されているのでテンプレート合成できますよみたいな、ミックスインできますよみたいな文脈でも話せるようになるので、まあオールレンジ狙えるようになるよね。まあそこまでいくと一番なんか柔軟性が高いっていう話になる。またもうちょっと、その下側も、うん、その先ほどその、ICKFC ではこういうパラメータ操作が必要だと、例えば、うん、その送受信同時にパックするとか、うん、あのクロックストリッチ対応するとかみたいなのがあるんですけど、はい、それがその下側のそのアルディノ ID なりエンベッドなり他のものであれの API に機能が実装されてるされてないみたいなバラつきもあったりして、うんうん、これもまた悩ましいところ、ね、うん、そうそうそう、なんか全然違う口からそのパラメータを流し込まなきゃいけないとかいう パターンもあったりして、そうするとなんかこうほぼ全てのプラットフォームではなんか共通化された、例えば Bluetooth の API のここから全部パラメータを流し込めばいいのに、なぜかこのなんかデバイスだけでは Bluetooth のなんかパラメータは全然違うところから流し込まなきゃいけないとかなると、そいつのインスタンスとか管理とかはどっから引っ張ってくるんだっけみたいな話になって難しくなるんだね。まあそういう、まあそれ多分ね、一番なんか難しいパターンかなっていう気はする。だからそれをどうやって。それの難しさはね、まあ後発ですからね。アルディナ ID を自分が作ってるなら、うん。まあそう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 。そうで、だまあ結局ね、なんか僕がアイルツシやってた時も思ったけど、その、なんていうのかな、そのアルディーノのコアメンバーはプラットフォームを作りたいわけではないような気はしていて、あのプラットフォームで覇権を握りたい、覇権を握るっていうすごい生々しくてあれだけど、別に悪い意味で言ってるわけじゃなくて、アルディーノをそのプラットフォームとして見立てたいのかどうかって言われると、なんかまあ違うかなっていう気はしてるんだよね。だからプラットフォームって見たら、なんか取り組むべき課題ってもう山のようにアルディーノにあって、でも彼らはなんかそこを着手しようとしてる感じはしないので、だからまあ多分違うんだろうと僕は勝手に思ってるんだけど、だからね、まあ難しいと思うよ。なんかそういうのってあの僕あの見てないか分かんないけど、プラットフォーマー用とかがやろうとしてるんじゃないですかね、そういうところのカバーって。まあ、なんか彼らの取り組みはなんかまたどういうところを目指してるのかちょっと使ってないか分かんないんだけど、勝手に思ってるだけなんだけど、
なので、なんかあんまりなんかクソ真面目に取り組んでも辛いだけかなって気もする。なんか寒い話なんだけど。で、思うのは、まあ僕はなんかテンプレート分かってるから、で、話を聞いてた、なんか I2C のライブラリを作るとか、まあ例えばなんか、よくある、そのストリングのなんかライブラリを作るだとか、なんかその程度であれば別に、道具として、戦略とかいうレベルじゃなくて、単なる道具としてテンプレートを使うのは全然 OK なんじゃないのっていう、規模も小さいし。え、それは、何、何だったっけ、そのグローブのセンサーのライブラリセンサーですね。あれよ。ああ、はいはい。してみます。なんか今、横道にそれて雑談をずっとしてましたっていう手です。なぜか時間が飛びましたね。URL 送りましたよ。来ないぞ。え、あれ、ちょっと待ってよ。あ、来た。あ、これか、これかな。グローブドライバーパック、はい、うん、これは、リードミーをギャーって見ていくと分かるんですが、うんうん、そのグローブのホストするボードと、はいはいはい、まあ、センサー側、モジュール側のラインナップがあって、うん、おー、なるほど、まあ、掛け算になりますよね、動作確認しようと。大変そうだね、うん、あとプラットフォームが、まあ、対応ボードに応じて、うん、一応エンベッドも開発予定って書いてありますけど、うん、もう動く状態にはなっているので、はいはいはい、これって検証とかどうしてるの、その掛け算の部分は。やってます。やってる。手動。手動積み上げで。ああ、大変そうやな。なんか少なくともなんか、そうそう、掛け算だけでも大変ですね。センサーかき集めるだけでも大変です、ね。あ、まあまあ確かにね。まずはなんかビルドを自動化するとかやってみたら。あ、いやいや、なんで迷ってるのが、うん、これの下回りを、うん、まあさっきちょっと話したような、ああ、はいはいはい、ライブラリを変えたいなとか、うんうんうん、テンプレート化した方がいいよなとか思うところはあるけれども、はいはいはい、もはや手を出していない。やってます、ね。そこまで大掛かりな工事はちょっと難しいかなと。まあそうだね。こう、何、お客さんとか使ってる人はいるかもしれないって話だよね。そうですね、うん、まあその割にスターは入ってないですけどね。皆さん、あ、皆さん、ツイッターのタイムラインのつぶやきと一緒でですね、スターが増えるっていうのはすごいやる気につながるので、ぜひポチってくださいね。僕今ポチります。はい、ポチりました。あ、違うわ、ここ、はい、ポチりました。1位になりました。本当にね、なんかね、なんでスター押せばいいじゃんって思うんだけど、別になんか金吸い取られるわけでもないし、押せばいいじゃんって思うんだけど、ね、反応があるとね、嬉しいですよ、やっぱり作ってる側としてはね。なんでスターつける、次はなんかイシューを書いてみる、で、まあ、そこから先に進むとプルリクを出してみる、うん、やればいいんですよ、はい、うん、別のリポ、別にこの話は別にいいですよ、これで。そう、何をどうするわけではない。ボードコネクター、ああ。グローブボード、ああ、なるほどね。開きました。あ、ちょっと待ってください。あ、ね、これか。あ、スフィアのエクスプローラーね、はいはいはい、これなんかまさにあれですよ、うん、やる気出るからスターを捨てねって書いているけど、はい、スター8です。
今9になりました。これね、これ結構いいですよ、うん、ほうほうほう、まだ宣伝してないけど、これなんかごく初期の時にあの見せてくれたやつだね、あの、うん、ダブルピーフでやるか否かみたいな話をしてた時のやつじゃないかなと思うんだけど、あ、そうです、で結局ダブルピーフででやったってことね、はいはい、あんまりスキルがないので、まあ、とりあえず動くっていうか、はい、気に入った方はぜひ作り変えてもらえると。でこれ最近結構すごい機能が足されですね、なんかいきなりアジレスフィアの話に完全に依存しますけど、これはあの、クラウド側で、うん、まあ、OTA で配るようなセッティングが、うん、GR で見れるってやつなんですね、はいはい、で、リードミーにスクリーンショットありますけど、うん、あの今の Azure Sphere はの OTA の配布は、うん、プロダクトデバイスグループでイメージっていう、うん、そういうツリーで構成されてます。それが画面上に分割されてる、はい、ここの部分ですね、はいはいはい、はい、ここ見えないよね、ここに。まあ、ごめんなさい、はい、そうですね。で、最近とされたすごい機能はですね、うん、なんとこのプロダクトとデバイスグループを削除する機能がつきました。はあ、俺、Azure Sphere のコマンドではできない操作なんですけど、ほうほう、作るだけで消すことができなくて、ゴミがぐちゃぐちゃ増えていっちゃってたのが以前なんですけど。ほうほう、え、それは何、はい、なんか CLI があったよね。あ、それでも消せないってこと？ CLI でも消せません。え、なんじゃそりゃ。AZ Sphere コマンドってやつ。で最近、まあ、このアプリが使っているその Azure Sphere 用 の、 あのパブリック API の API をまあ叩いてるんですけど、うん、はい、API に削除の機能がついたんですね、うんうんうん、でもコマンドラインにはまだついていないんです、うん、なので速攻で出しました、うん、なるほどね。でも作る系はちょっと怖いので、あの、うん、削除だけできます。作るのはもうちょっとやってください。え、作る方が何こ怖いの？それなんでなんです？なんか削除する方が怖そうだけど。削除も怖いんですけどね。はあ、ああ、怖いっていうのは、もともと見るだけしか用意してなかったです、これ。はい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 。で、削除は、あの、削除は怖くないから作ったわけじゃなくて、うん、コマンドラインでできないから作ったんです。はあ、なるほどね。作る機能もね、足せるといいですけどね。我こそはという方は足していただけると。あ、いや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 、そこなんかさらなるエンハンスを。さらなるエンハンスをとか言いつつ、今ちょっと早速クローンをしてきて、中身を見ようかみたいな勢いで持ってきたんだけど、あれ、ちょっと、あ、違う違う、あれこうか、見えてる？見えてます。あ、見えてる、そうっすかって感じで今なんか見たら、お、なるほど、じゃあですね、見えてますよ、うん、じゃあですね、うん、あ、作る機能を足すんですか？あ、いや、それはないです。それはこの10分ぐらいではちょっと無理でしょう。いくらなんでも。うん、そうじゃなくてですね。ちょっとやりにくいな。いや、なんか、ドットネットコアに移植しようかなみたいな感じ。ああ、なるほど。WPF ですよね。WPF。うん、だったらなんかいけそうな感じはするな。デモでやったのどれだったっけ。これ GUI はね、そんな特殊なことないので。あ、でもなんか変。まずそうなのか。ヌゲット持ってきてるからね。ん？ヌゲットで持ってきてるのがあるから。ああ、でもいけるんじゃないですか？普通に。ヌゲットでも。そう。うん。いや、なので今なんかライブでやろうかな、みたいな。面白いかな、みたいな。ちょっと、ふと思ってやり始めたんだけど。
どうだっけ、いつも何かいろいろなやつからコピったりしていたので、WPF の場合どうだったかっていうのは。でもね、あと10分でちょっと消えちゃいますけど。え、10分ちょっとそれはさすがに無理か。できるかな。やめとこうかな。ちょっと10分では無理かもしれないです。ニューで、WP ファブリケーション。ちゃうわ。いっぱいだったかな。WP。あ、これプロジェクト2つ入ってます。あ、うん。知ってます。はい。はい、ラングでよかったっけ。ラングでいいな。あ、ラングはあるか。C、C。すごい、はず。ああ、そうか。ここか。あれ？ニューオプションってなんでダメなんだ？あ、違う。タイプじゃないか。WPF でいいか。ドットエンドコマンド全然使ってないのがバレバレですね。よし、これでひな形が得られると思って。こいつの、これで、よいしょ。これですね。これ。マテルリアルデザインとかいうのがあるな。まあ、とりあえずサクッと置き換えてしまう。あ、ちょっと待って。ライブラリなのか、これは。あ、これウィンウープですね。はい。で、こうしますと。で、ターゲット。フレームワークスを合わせておきますと。で、これが一つと、もう一つが、これで、アイデンティティクライアントと JS。これで、両方とも WPF なんです？いや、片方はライブラリですね。あ、API の方がそうかな？そうですね。はいはい。じゃあ、これはいらない。.NET SDK まででいいやつで、片方がライブラリとかこんな感じでいいかな。おっとっと、これがライブラリと、うん、とりあえずはまずはこれで、で、どこだったっけ。違う。はい、どっか行ってしまったぞ。チームスピーカー。これ。これの。ちょっと続きはあれですね。録画見ます？あ、もう落ちます？うん。了解です。じゃあ、ちょっと待ってください。はい、顔を出しました。はい。というわけで、なんか、時間切れになってしまったので、だいぶ長いですからね。はい、松岡さんは、あの世に行くらしいです。僕は引き続き、移植を試みます。はい。できたらプルリクします。はい。はい。はい。お疲れ様でした。はい。